これ仕組まれてますよね。なんか、あります？こんな、ね、パラだけこんなの、パラ目当てで回したらパラだけこんな残るなんてこと、あります？僕結局これ全部回すことになったんですけども。で、しかも見てください。ジャックポット先に取ってますからね。謎ですよね。はい。というわけで、最後の1回転回していきたいと思います。あります？これ絶対仕組まれてるよ。おかしいもんだって。おかしいもん、これ。はい。というわけで、パラ、グラス、グレイス、当てました。はい。はい。というわけで、最後の最後の一つ、当たりました。いや、俺、これ正直、これだけ当てて、やめる予定だったんですけれども。ということで、今回はパラです。パラ、グラス、とりあえず当たったんで嬉しいです。これは、やっていきたいと思います。で、なんかね、改造の方だけちょっとうまくいって、機動性は弱いんですけれども、攻撃連射がちょっと上がりました。本当は、個人的には攻撃全振りとか攻撃射程2つ振りとかだけで終わらせたいんですけども、まあ、昨今ね、ちょっと連射力が高いバトルライフルも流行ってきてるので、まあいいかなと思います。この3つ上がればとりあえずいいかなと思います。で、ここちょっといらないね。で、今回こちらのパラグラス使っていくんですけれども、一応、ジャガパラとちょっと比較していきたいと思うんですけれども、明らかにジャガパより性能上がっております。で、ジャガパラの性能と何が一緒なのっていうと、まあ射程距離もちょっと上がってるし、初段精度は一緒なんですけども、他が全体的に違いますね。反動もそうですし、連射精度も上がってますし、弾数はね、ジャガパラの方がね、多いんですけれども、機動力もね、ちょっと今上げちゃったんですけども、照準でも、十分こっちの方が高いですね。あと連射力も圧倒的に違います。10.3ぐらいあったのかな。あ、そうだね、10.31ぐらいですね、照準で。だから十分早いです。本当強いなと思います。ただ1で 0.43 上がるってことは、あ、じゃあ2で 0. 点あ、違うか。あ、そっか。2で 0.43 だから、もしか、よい、あと2振ったら、あれだね、11行くんだね。すごいね。バトルライフルで11行くって結構やべえ武器だね。そう考えると。なので、パラのグラス、改造したんですけど、まあ、この武器のいいところ、ちょっとこう改造がないので、まあ、ここの手も省けていいなとは思いますけれども、まあ、ちょっとパラといったら、やっぱ改造でこう自分好みに変えるというようなね、ところが、カスタムかモッドでね、変えるところが、醍醐味といったところなんですが、もう、まあ、こちらでしかもう変えられないので、まあ、しょうがないかなとは思います。まあ、ここのさ、上3つどこでもいいので、まあ、好きに変えたらいいんじゃないかなと、個人的には思います。というわけで、こちらね、喋っててもしょうがないんで、やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。どうですか、これ。見た目はいいんですが、まあ、ちょっと音がね、あれなんですよ。で、ちょっとここで、ね、試し打ちしながらちょっとやっていきたいと思うんですけど、こんな感じで、なんだラグ。こんな感じでね、めちゃめちゃ集団いいんですよ。一定速度で打てば、今みたいな鬼集団させられます。ただなんだあれ、あの武器。RFB とかと比べると、ちょっと、やりにくいと思う人いるかもしれません。少し、あれよりも気を使ってあげないと、まあ、連射力が上がってるからだとは思うんですけど、もう少し気を使ってあげないと、少し、痛い目を見てしまうんじゃないかなと思います。おお。でもこういう感じで撃てるんでやばいよね、これ。オーマイガー。あー、だいぶ削ったな。でも、ちなみに攻撃力多分ね、あと2か3ぐらい上げないと、2かな、2上げないとあれに勝てません。じゃ RFB の性能には届かないです。遠距離頭入れて胴体落としっていうような、戦い方はできないですね。なので、結構改造攻撃力全振りがもしかしたらいいのかなと思います。ちょっと冒頭で、まあ別にそうじゃなくてもいいよみたいなこと言ったけど、まあ攻撃力重視で考えるとそれがいいのかななんて思ったりもします。お、危ない。ただやっぱり従来の、パラより、どのパラよりも性能は高いです。めちゃくちゃ強い。だからガチで強い。ただ、俺のタップの遅いところもあるんだけども、俺がタップが遅いっていうのもあるんだけども、まあ正直、おお、すげえ無理やり倒した。
移動打ちのタップ、タップ打ちしながら移動するやつね。それ考えると RFB のがしやすいかな。強いな。あとこれ新しいやつ買いました。コカ・コーラドリンクみたいな。コカ・コーラドリンクみたいなやつ買いましたね、これ。なんか全然敵来ないんですけど。ちなみに右クリア別にする必要はやっぱないです。こういう風に出てくる開くんで、あんまり意味ないです。もう一回殲滅やっていきましょうか。はい、というわけでもう一回やっていきましょう。個人的にはなぜ音がこれなのかが気になります。俺、この音ね、ドッグタグのパラにちょっと似てるんですよね。このドッグタグのパラね、こんな感じの音なんですよ。パラ当てたんですねって言われたんですけど、まあ、死ぬほど課金しましたから。ああ!1万5000くらいかかってますからね、これマジで。ありえないですよね。自分で言っちゃうのもなんなんですけど。自分で言っちゃうのもなんなんですけども、かかりすぎです。マジでスッと当てたかった。ジャンプ中は、ま、従来のパラだね。いけるか。あら、蹴っちゃった。まあこんな感じでか。ああダメだ、落とせなかった。タン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 って打ってた感じだったんだけどね。おお、ラグいよね。なんかすげえラグいよな。あ、後ろや。え、敵じゃん。びっくりした。やられた。グレオパラいいですか聞かれたけども、俺は好きだけど正直 RFB なんですよ。RFB がバランス良すぎる、正直。なんで俺らないの？現状今んとこマジで RFB なんですよ。ただ走るちゃできるんで、あと今みたいに昔ながらのパラの打ち方、今の打ち方はね、非常に好き。パラって感じする。今の打ち方ができると。ああ、これがパラやなーって。昔、やっぱ、ああいう打ち、パラってこういう打ち方なんですよ。だから、音とかは、ちょっとね、まあ、これじゃない感はあるんですけども、正直、打ち感っていうか、打ってる感覚はマジパラです。うわー、あの時の、全盛期のパラやっていうような、感じです。ちょっと奥側を無理やりでも倒せないかなと思ったけど、ダメでしたね。まあ、割とまあ、俺は好きなんだよね。やっぱそう、ちょっと懐かしい感じも、するからね。来ないか。おぉ。前方に守備。上だね、うん、これね、これね、まさにこの打ち方ね。本当にね、8年前俺がこのゲームを始めた時のパラ。あーやばい、下手くすぎる。懐かしい、すごく。だからまあ、正直難しい話であるけど、このゲームを、最初パラを、このゲームでパラをメインで使ってた人には、この武器使ってほしい。それだけ懐かしみを感じれる武器に仕上がってる。まあ、連射力上げてるから、やっぱ落とす速度もね、上がってるね。これいうのは強いね。これは RFB にできない。おー、マイガー。おお、やられちまった。
終わりかな、間に合わないかな、待ってちゃった、やばい、懐かしいな、すげえ。さあ1ラウンド何にもせず死にましたというね。味方がね、さっき一緒に爆破でやった人と一緒なんですよ。なので頑張りたい。お、だいぶ攻めてんね。なんか強気でいくことが大事だと思うんですよね。ここはもうこれ行くか。一人は落としとこう。無理やり、うわー、くそ、二人落としたかったに今。さあ頑張ってくれ。おお、強い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 。ああ、後ろ。さあワンワンはこっち教えてみましょう。究極のお大福。ああ、お大福負けた。さあなんとしてもここで取らないとまずいぞ。設置まではこぎつけたんですけどもね。もう一個来そう。オッケーオッケー、これで苦川すごいな、よう詰めたな、あそこまで。あの人すげえ詰めたな。お、なんだこれ、マガジンチェンジ。さああとは設置をして味方に任せましょう。手榴弾攻撃。手榴弾攻撃。お、どこ行った、なんかどこ行った今。俺の FB 消えた、絶対消えたかんな今俺の FB。味方の背中に入ってた、そのまま吸い込まれてた。 100% 消えた。俺今味方に当たって跳ね返ってきたんだと思ったの。そういえばグレネードだけ当たるんだっけかなと思って。そうじゃなかったよ今ね。あ、やべえ、強い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 、行ってる行ってる行かなきゃ行かなきゃ行かなきゃ。セッティング。なんか味方少なくね。まああとは大丈夫でしょう、さすがに。あ、強っ。取っちゃんだ。あ、強っ。一応素ダメで30とか37とか、まあ RFV に近いダメージは入ってます、一応改造してね。だから改造を攻撃力全振りぐらいにすれば RFV とほぼ同等にはなるかな。ただ使いやすさだけで言ったらどっちだろうな、かなり好き嫌い分かれると思うけど、俺はやっぱり FPS 昔のアバやってんなって感覚がするからこっちのがちょっと好きですね。見えねえ、スナイパー多すぎ案件。センターだよ。
敵発見。あーダメか、一発36入るで、腕ダメでも2733と、すごい高いんだ、やっぱ高いね、非常に高い、優秀だと思います。手榴弾強敵。味方がナイススモークなんだよこれね。あーぎっくり腰がいんな。味方横行ったけど、素晴らしい。2枚2、あと2枚かな、そしたらもう一人でしょおそらく。ノー、ナイス決め打ち。てか 7.5 の0度はすごい。 7.5 の0はすごいぞ。それちょっとそろそろ1回やられてもいいんじゃないか。燃やすか。おお、突っ込まれちゃったか。はい、パラのねグラスやってきましたけども、どうだったでしょうか。非常にね、いい武器には仕上がってると思います。これバランスいいと思う。すごくバランスいいく使られてる。なんか RF 見てくバカ強えとかさ、やべえみたいな感じ、あんま技術いらないみたいな、そういうのじゃなくて、やっぱりこう打ち方を変えていかないといけない、常にタップでいいみたいな、そういう武器ばっかだったと思うんですけど、最近までの武器って ね。でもやっぱこの武器はその本当にこう打つ楽しさっていうのをすごく教えてくれる武器だなと思いますね。やっぱこれだよ、これなんだよ。 AVA はアバはやっぱりこういうライフル、バトルライフルとかアサルトライフルとかがあったら楽しんで、打ち方を場面によって変えるとか、そういうのを結構こう考えさせられるような武器ってのがやっぱ楽しいんだよね。メリットデメリットあるっていうのかな。今の武器ってほんと何でもタップでいいじゃん。だいたいタップでパパパパパパパって言って走ってもまっすぐ飛ぶしね、何したって飛ぶっていう、比較的楽なんですよ。やっぱ考えることはなくて、そこに気を使うってことはない。だからそこの技術で差をつけることができないという、だからね、やっぱこういう武器だなと思いますよ本当に。もうそれしか言えないよ。やっぱりこの武器が楽しいよ。すげえ使って楽しい。これは間違いなく俺の今後のメイン武器になります。こいつもういいよ。ロッカー保存でいいよ。っていうぐらいですよ。ほんと。それぐらい俺この武器気に入ってますね。ただ、ガチで使うんだったら RFB のがいいです。ただ、RFB を超える可能性はもちろんこっちにあります。改造しきれれば。俺もこっからね、これで満足はしないんで。まあ、どうだろうな。妥協、連射が妥協なのか、射程が妥協なのか、どっちかわかんないけど、まあ、とりあえず攻撃は3にしたい。というわけで皆さん、ぜひぜひパラのグラスね、当ててください。100%15000ぐらい使えば当たるんでね、頑張ってやってみてください。それでは今回はここまでになります。お疲れ様です。